成29年5月17日、阿蘇市小里の花遊びのバラが見ごろを迎えています。花遊びでは現在、阿蘇のバラ祭りが開催されていて、フランスやイギリスをはじめ、日本で品種開発されたバラなど680種類、4000株のバラが美しく咲き誇っています。今年は寒さのせいか、開花が例年より10日ほど遅れていて、現在6分咲き。ドーム内はバラの優雅な香りに包まれています。昨年4月の熊本地震以降、来場者の激減に伴い、管理スタッフも削減され、今年は県内外のファンの方たちがボランティアで剪定や除草作業を手伝いました。こちらは女性人気ナンバーワンのバラ、ミルフィーユ。ウェディングブーケによく用いられるそうです。ドーム内のバラの見ごろは今月いっぱいで、その後はガーデンのバラが見ごろを迎えるということです。バラ祭りは6月11日までで、入場料は大人300円、小中学生が150円となっています。